実は気づいたら5億円資産が溜まってたんだけど、この後どうしたらいいでしょうっていうご相談で、皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナーウェルストリューションズ代表の瀬古口です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。今回の動画のテーマは、気づいたら5億円の資産を築いていた医師、投資家シリーズ、ナンバーワンといった、内容でお届けしたいと思います。はい、私たち、の仕事がですね、富裕層の方の資産形成をお手伝いしてるんですけれども、そういう仕事柄ですね、いろんなこう富裕層であったり投資家の方にですねお会いするんです。で、よくよく考えたら、そういうこう投資家の方、富裕層の方々がどういうふうに資産を築いたのかっていうのとか、どういう投資をしてるのかっていうのは、すごくこう皆さんの資産形成に役立つんではないかなということにこう気づきまして、お客様はもちろん匿名でなんですけども、投資家シリーズということで、ナンバーワンからずっとですね、お客様をご紹介していきたいと思います。ということで、今回記念すべき第1回ということですね。気づいたら5億円もの資産を築いた医師ということで、ほんまかいなって思うかもしれないんですけど、これ実は本当なんですね。で、私が、初めてその方にお会いした時に、実は気づいたら5億円資産が溜まってたんだけど、この後どうしたらいいでしょうっていうご相談で、私もこうちょっと半信半疑だったんですけれども、その方のこう金融機関の残高をですね、見せてもらったところ、本当にこう5億数千万ぐらいあってですね、本当にこう運用して増やしたんだなということで、その方がどういうふうにですね、この5億数千万もの資産を築いたのかという内容をですね、ポイントだけかいつまんで、ご説明、分かりやすくご説明していきたいと思います。はい。で、5億円ものですね、資産を築いた、ポイントをですね、3つに絞って説明していきます。まずポイント1つ目ですね。ポイントの1つ目は、収入の大部分をですね、コツコツ、積み立て投資をしていたんですね。はい。まずこの方のですね、属性とか、エッセンスになる要素だけお伝えしていきたいと思います。この方60歳の、お会いした時は60歳の男性の医師の方ですね。はい。で、投資を始めたのがですね、30代ということですね。はい。で、ご家族は奥様、とお子様が1名と。はい。で、ご年収がですね、お医者様なので1800万と。平均よりかなり高くいらっしゃって、だいたい手取りにすると税金とかいろいろありますので、だいたい月100万円ぐらいとなります。郊外でですね、地味な生活を送られてて、大きな支出っていうのはお子様のこう教育費ぐらいということで、100万あるのですね、手取りの中の40万円もこう、積み立て投資に回すことができたっていうのは、資産を築けた大きな要因にはなりますね。で、なんとですね、やっぱこう驚きなのが、それをずっと25年間、続けられたことですね。毎月40万を25年間続けるってものすごいことですね。それだけでも1億2000万の金額になるんです。はい。ただ、これを続けられたのはすごいんですけど、それだけだとですね、1億2000万ってことですね。はい。今回5億円蓄積できましたので、これはなんでかっていうと、このポイントの2つ目です。はい。1つ目はやっぱこのコツコツと積み立て投資を地道にできたっていうのが、これはポイント間違いなく1つですね。はい。で、2つ目。はい。すべてをですね、アメリカの株式に投資したんですね。で、皆さんがイメージされてるこうアメリカの株式って、Google とか Amazon とか、そういったこう個別の企業が頭に浮かぶかもしれないんですけど、アメリカのですね、指数、代表的な指数で S&P500 っていうのがあります。はい。日本の日経平均株価みたいなもんですね。そこにですね、全力で投資したわけですね。毎月40万円、ある中の積み立て投資の S&P500 のインデックスにですね、ずっとこう投資し続けたわけです。25年間。はい。で、S&P500 の過去の、その方が投資されてた年平均リターンが大体 10% ぐらいですので、こう毎月40万投資つけて25年間 10% で成長していると。はい。で、毎月40万25年年 10% 運用すると、投資元本は1億2000万なんだけれども、どれぐらいに成長するかっていうと5億3000万に成長するんですね。はい。なので、10% で増えていくと元本1億2000万が4倍ですかね。4倍ちょっとぐらいに増えるっていうことで、はい。やっぱりこのアメリカ株にこう積み立て投資、全力で投資してた。っていうのは、大きな要因かなと思います。これがアメリカの株じゃなくて、全世界にまんべんなく投資する株の投資だと、おそらく年平均リターンって5、6% ぐらいだと思うので、ここまでは増えなかったってことですね。アメリカ株に全集中で投資してたっていうのが、はい、ここまで大きな資産を築けた要因の一つかなと思います。これがポイント二つ目。
して最後ポイント3つ目ですね、まあこれ成功の秘訣でもありますけど、やっぱこうほったらかし投資ですね。もう25年間、毎月40万投資するんですけど、何も触らないと、何も余計なことをしない、途中で売ったりして他のも買ったりして、アメリカ株だったけどヨーロッパの株買ってみたい、日本の株買ってみたい、そんなことをしないんです。もうずっとひたすら投資続けると、このほったらかし投資っていうのが、今回良かったのかなと思います。はい、もうちょっと詳しく説明していきますと、大体ですね、投資のパフォーマンスとか成功をですね阻害する要因の多くっていうのは、まあ、人間の欲望がですね、邪魔をしてるんですね。積み立てでずっと投資ほっといて投資していけばいいんですけれども、そこでまあ途中でちょっと利益が出たので売却するとか、損をしちゃったので、もうやめちゃうとか、これが一番のこう実は失敗の原因なんですけども、もうこの方に関してはほったらかしでずっと投資していると、ほったらかし精神でですね、その欲望に打ち勝ったっていうのがですね一番大きいのかなと思います。で、2つ目がですね、まあ、最初から、個別株はやらないと、短期売買しないというふうにこう決めてたらしいですね。なのでまあ余計なこうそういう選択肢がなかったので、そこはまあ良かった、ほったらかしに寄与してたのかなと思います。はい、これ2つ目と。で、3つ目がですね、まあその通りですけど、まあ、積み立て投資のペース、あとは金額ですね、これを変えないと。よくこう毎月30万投資してるんだけど、今こうお金がちょっとキャッシュフローがないので、10万に今月しますとか、その翌月っていうのは50万にしますとか、減らしたり増やしとか増やしたりとか、まあ、そういうのをこうやっていくとですね、余計なことを考えちゃいますので、こういう投資、積み立て投資のペースとか金額を変えないっていう、まあ、ほったらかし投資ですね、まさに。はい、これのこのペースを変えないっていうのもすごく大事だったのかなと思います。で、最後がですね、運用状況をこうあまり確認しないっていうですね。はい、もうペースをやるって決めてやってるので、仮に運用状況を見たところでですね、それって別に何か行動を変える原因にはならないじゃないですか。その運用状況を見てリバランスするとかっていうんだったらわかるんですけども、この方の場合もうずっとやるって決めてやってたので、そんなに、運用状況を見る必要がそもそもなくて、運用状況を実は見ちゃうとですね、あんまり良くないこともあって、あ、なんか利益がすごい出てるから売却して違うことやろうとか、損失が、今月多いから、違う投資にした方がいいんじゃないかとか、まあ、そういうノイズが入るとですね、人間こう別の欲望が出てしまって、せっかく今までやった投資の方向性を変えちゃうとか、なんかリバランスをこう意味もなくしちゃうとかっていうことをやりがちになるので、ある意味この運用状況を確認しなかったっていうのが良かったのかなと思います。この方だと年に1回ぐらいですね、ちょっとこうと確定申告の時ぐらいに運用状況を見てるぐらいのペースでの運用状況確認だったらしいです。はい、まあ、この3つ目がですね、ポイント、ほったらかし投資、今回の貢献資産築いたのに寄与したのかなと思います。はい、ちょっと簡単におさらいします。この人の方が合計の資産を築いたポイントの一つ目が、収入の大部分をコツコツと積み立て投資していたこと。ポイントの二つ目が、そのすべてをですね、アメリカの株式に投資していたこと。で、三つ目ですね。はい、ポイントの三つ目が、ほったらかしてずっとペースを、変えずに投資をしていたこと。この三つが、成功の秘訣なのかなと。合計の資産を築けた秘訣なのかなと思います。はい。そういったところで、本日はですね、気づいたら5億円の資産を築いていた医師、投資家シリーズナンバーワンというテーマでお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。